アルフレッド・フレディ・クルパ・クパカはアルフレッド・フレディ・クルパ。アルフレッド・フレディ・クルパは、クロアチアの現代画家であり、原案者、本の芸術家、美術家の写真家、美術教師である。学際的アーティストであるクルパは、シーインクアート運動の先駆的な勢力と考えられており、そのため彼は、国際的に認知されている。孫であり、画家であり、発明家でもあるアルフレッド・クルパシニアの学生。 1995年、ザグレブ大学芸術アカデミーを卒業した。また、ザグレブ大学、及び1998、99年には、東京学芸大学の修士課程修了生として、美術史学を学んだ。2005年には、クロアチア国家教育院において、美術教育の研究を終え、絵画の教授という正式名称が与えられた。 artfacts.net のグローバルアーティスト市場ランキングでは1997年にはクルパは国際展示会の経歴に基づいて1300位となり約20年間ほぼ同じ順位に位置し現代のインク画家トップ10人に選ばれている重要で優れた彼の作品は和紙に白病の技を使った墨絵であるクルパは破木及び発木を 現代的に解釈し、ものの本質に集中し、簡略化された様式的モチーフとして表現することに取り組んでいる。クルパはザグレブのクロアチア日本学術協会のメンバーである。2018年、クルパはロサンゼルスに本拠を置くデジタルメディア企業ランカー社による有名アーティストのリーストに、クロアチア出身の存命の芸術家として初めて選出された。ニューインク。 アートマニフェストバイアルフレッド・フレディ・クルーパありがとうございます。